クワクしたのもありました。ピーちゃんの第2章じゃないですけど、次はリーダーとしてみんなを引っ張っていくザ・ピンクリアルストーリー。今回はピンクダンサーズ B に密着。やりたいことがそんななくて、もうずっと遊んでて、でピンクのダンサー見て、めっちゃ可愛いと思って、ダンスも好きやったし踊ることも好きやったから、これやって、もうピンクのダンサーになりたくて、もう入試の紙に進学とか進路の紙に就職って丸して、もうピンクダンサーって書きました。ピザピンクって書きました。高校卒業後すぐにピンクダンサーズの道へ進むことを決めた B。 そして18歳最年少ピンクダンサーズが誕生した。キラキラしすぎてて、その先輩たちが、もうなりたい、何も心配とかもなく、すぐ連絡してみたいな、卒業と同時に連絡して、ママとパパも頑張って応援してくれて、就任式の時とかバケツ遠隔でくれたりとか、今も YouTube 見てるし、めっちゃ応援してくれてます。もう高校卒業と同時に入ってきて、まあもう今もなんかクララとコンビみたいなイメージがありますけど、もうなんか入ってきた時からクララと B ちゃんはその4期生の中でもちょっと浮いてたというか、あ、まあ将来なんかピンクダンサーの中心になっていくんだろうなっていうのはマジで入ってきた時になんかそれは感じました。 B クララとかに憧れてピンクダンサーになりたいっていう子が増えてきたのはすごい僕は、まあ、いいことかなと思います。それから3年、順調に歩みを進めた B。 今ではピンクダンサーを目指す後輩たちが憧れる存在へと成長した。どん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 若い子も入ってくるし、もうこの数年でこんなにダンサー増えるんやってぐらい増えてるから、ガビーちゃんの子が入りました、嬉しい、ありがとう。自信にもつながるし、もっと頑張らなみたいな、まあ、人気がそれこそ出たりとか、まあ成績とかも全然なんかめっちゃ悪いとかは特にはなかったと思うんですけど、まあ本人なりはいろいろもしかしたら悩みはあったかもしれないですけど、なんかめっちゃ良くもなく悪くもなくみたいな、でもやっぱりまあ目立つ存在ではあったかなと思います。クラちゃんと私だけ4期生でこうやって一緒に頑張ってきて、プライベートでもめっちゃ旅行行ったりとか、まあ高め合える、クラちゃん頑張ってたら頑張ろうと思うし、いいなんか関係やなと思います。じゃあクラちゃんと B ちゃんのそのコンビっていう4期生でこう大好きですみたいな言ってくれる人も後輩とかも多くて嬉しいです。そんな B に新たな挑戦の道が用意された。ピンクダンサーズジュエル結成、そしてピンクダンサーズジュエルリーダー就任。玄野社長はどのような思いでピンクダンサーズジュエルを結成したのか。超ピンクに負けないようなピンク本店をさらにすごいお店にするためには新しいダンサーチームが必要やなっていうのがあったのと、あとはやっぱりピンクダンサーも80人に増えてきたので、ちょっとみんなの新しいチャンスの場とかを隼人さん与えたいっていう意味で新しいチームを作って、またさらにピンクダンサーズを拡大、次は1000人目指すと。 B をピンクダンサーズジュエルのリーダーに就任した理由とは。ジュエルっていうのは、まあ、もちろんピンクダンサーの分身というか新しいユニットなんですけど、そのリーダーになる人って僕はカリスマ性がないと下の子もついてこないし、なんか新しいメンバーも加入しないんかなっていうのは少しあったのと、憧れられたり頼られたりする B ちゃんになってほしいなと思って、まあ B ちゃんの第2章じゃないですけど、次はリーダーとしてみんなを引っ張っていく、みんなに尊敬されるようなリーダーになってほしいと思って
え、私みたいな正直、なんかもともと正直言ったらチーム S とかじゃなかったし、なんかそのリーダーってえみたいな、びっくりしたのが一番大きかったです。ワクワクしたのもありました。なんかそうやってクララちゃんと本店をもう一回盛り上げていこうっていう話やって、原さんに最初、もうほんまに正味最初言われた時は、もうクラちゃんも私も、みたいな、どうしよう、本店を新しくこう盛り上げていくっていうのは僕はすごいパワーがいることやと思ってて、まあチョーピングに比べたらやっぱりステージはちっちゃくなるし、でなんかそういうチップとか出ることも今までよりは絶対少なくなると思うんですけど、それでもこっちの道を選んでくれて本店を一緒に盛り上げてくれるって決めた B ちゃんとかには僕はすごい感謝してるし、で林さんとも言ってるのは、じゃあ次はジュエルをもっと大きくして、次は新しいジュエルだけのクラブを作ったりとかしてあげたいよねって、でもそのためにはジュエルメンバーも本気で取り組まないとダメやなっていうのはもう常々本人たちにも言ってるので、まあそんなちょっとパワーのいるチームを B ちゃんのカリスマ性やパワーで引っ張っていってほしいとマジで思っております。まずはダンサーをもっと100人ぐらい増やしたい本店だけでイケイケなセクシーなかっこいいダンサーチームにしていきたいですなるほど。これからザ・ピンク本店をさらに大きく成長させるために彼女たちの活躍は必須だ。源谷社長も大きな期待を寄せている。いよいよピンクダンサーズジュエルのお披露目の日。不安と緊張もあるし、めっちゃ楽しみなのもあるし、まあ盛り上がってくれたらいいなって思います。ジュエルメンバーでいろいろ準備とかしてきたので盛り上がってくれたら嬉しいです。緊張感から少し解放された B の目には安堵の涙が溢れた。盛り上がってよかったです。予想以上にたくさん の VIP のお客様もそうですし、フロアで来ていただくお客様もそうですし、めっちゃ来てくれてて、で本人たち もうみんなベロベロになるぐらいめっちゃ楽しかったっていうのを終わった後に本人たちからも聞いてて、あ、めっちゃ素敵なイベントになったんだなっていうのは、たくさんのお客様がお祝いに駆けつけてくれ、みんなの期待感に包まれたイベントとなった。やっぱリーダーになって、なんか不安とか責任感とかめっちゃ感じてたんですけど、なんかホッとして、もう盛り上がってくれて、こうやってみんな駆けつけてくれるお客さんがいっぱいいて嬉しいです。本店の良さとそのジュエルのみんなのバイブスの高さを生かして、これからもいっぱい盛り上げていけるように頑張ります。これからもザ・ピンクグループのリアルを随時配信していくのでお楽しみに。
このお店選びでダンサー人生が大きく変わるってことなんですよ。ちゃんとフロアが賑わってて VIP もいっぱい入ってて、そういうお店を選ばないと結局ダンサーになったとて稼げなくて前の仕事に戻ったりとか、やっぱりお店選びっていうのをすごく重要視してほしいなと思います。社員は正直もう無限大に必要です。一応100人200人っていうのは余裕で全員採用します。